プログラミングまでの実用的なノウハウ学べます。徳永君、先日お願いしていたソフトウェアどうなったかな？今開発中なんですが、僕もプログラミング専門じゃないので、とりあえず勉強から始めてる感じですね。勉強から？プログラミングの？そんな悠長なこと言ってたら困るよ。時間がないんだ、急いでくれ。すいません。私はね、早くこのソフトウェア開発したいんだよ。世界中の人がね、いつでも自由に自分の思ったことをつぶやける、そんなアプリを作りたいんだ。もうありますけどね、それ。もうあるの？ツイッターって言いますね、それそれよりもっとすごいのを作りなさい。もしもし、A じゃないかですか？プログラミングを教えてください。さあ、ここからはですね、ソフトウェアの開発業務を支えるオンラインサービスの話でございます。さあ、プログラミングって聞くと難しい言語をこう書いていくイメージありますよね。実はプログラムを書く前に大事なことが、これ要求をきちんと定義するとか、全体的な構造をきちんと設計するっていうことが重要なんですって。で、今回はそんなソフトウェアの開発業務に役立つ考え方とかノウハウを学べる学習プラットフォーム、ユーリカボックスというものをご紹介いたします。ユーリカボックスの株式会社エクスモーションから斉藤健一さんです。よろしくお願いいたします。ユーリカボックスとはどんなサービスなんでしょうか？我々エクスモーションはですね、機器に入っているソフトウェアですとか、その辺の開発をいかにうまくやるかっていうところを支援しているようなコンサルティングですとか、人材育成を行っている会社でして、でそこがですね、ユーリカボックスっていうものを作りまして、そこにはその開発を効率よく進めるための学べる学習プラットフォームというものを作りました。コンサルティングで、何年もかけてきたノウハウっていうものがですね、非常にこう盛りだくさんにこう詰まっておりまして、業界でいうとかなりハイレベルな情報が得られると。プログラミングに関する教育って今さまざまありますけど、結構ね、机上の空論というか、勉強だけで終わってしまうところが多いですから、これ実用的っていうのは非常にねポイントですよね。ではそもそもこのユーリカボックスをなぜ開発しようと思ったんでしょうか？プログラミングだけですとどんどん規模が大きくなってくるとですね、なかなかこう動かないというものがありまして、もうちょっと上流の設計ですとか全体構造ですとか、その辺を学ばないとやっぱりうまくこう開発できないということになってきております。なかなかですね、そこら辺 の, この開発 の, このやり方っていうのを教えてくれる部分がちょっと少なくてですね、本も少ないということで、我々はこういうサービスを今提供しようと。ソフトウェアはもう全体の構成をしっかり考えて作る必要があるということなんですよね。独学で、自分でこうじゃないかっていうふうに設計してやっぱり作ってしまうと、こっち直すとこっちにここが動かなくなるとかですね、そんなバグが起こったりしてしまいまして、家電もいっぱい機能あるけれどもちょっと使いにくいなみたいな部分で、やっぱりそういうところが多いんじゃないかなと思います。では実際にこのユーリカボックスではどんな風に学ぶことができるんでしょうか？はい、自己学習タイプと伴走タイプって2種類あります、自己学習っていうのは、自分で計画立てて学べるっていうような人たちに向いてるんですけれども、タイプ的に夏休みの宿題みたいにギリギリにならないとやらないみたいな人は伴走タイプっていうのが実は向いてまして、でこれら2つを学べると。今回はソフトウェアで最初に考えておかなければいけない USDM の伴走トレーニングっていうものを学んでいただきたいと思います。最初にですね、これ重要なのがですね、このイントロダクションっていうところでスケジュールを立ててもらうんですね。これなんでかっていうと、自分でこの日やりますよっていうのを宣言してもらうということによって、なんかやらされてる感がないというかですね、このサンプルですと月水金も私はやりますと。でそうやって進んでいくと8週目で基本的に完了すると。一つちょっとご紹介しますね。こんな感じでですね、実はこう機械音声で作ってるんですね。で横要求を書いて分割していって仕様を書くと。で復習のために画像とテキストでこんな形でもう一回見直そうというふうに、これをこう重ねていくことによってレッスンが終わっていくわけですね。そうすると次リカイトチェックと問題が出てくるんですね、はい開始してくださいということで理解できてますかと。でこれで一通りレッスンが終わって無事スキルを獲得できましたというような修了証がもらえると。なるほど。この開発のエキスパートにも直接質問ができるんですよね。はい、チャットのような画面がありまして、質問いただくと、こういうことなんですよっていうふうに返すというやり取りができると。ユーリカボックスはソフトウェア開発で重要なプログラムの構成力や考え方が学べるオンライン学習プラットフォーム、数多くのコンサルティングを
手掛けているエクスモーションのノウハウや技術を学ぶことで高い品質のソフトを効率よく開発できるようになります。自分のスケジュールやレベルに合わせて学び方も選べます。コンサルタントに直接質問できるので無理なく学べます。開発者の方から初心者の方まで詳しいレッスンの内容につきましてはユーリカボックスのホームページをチェックしてみてください。はい、ということでソフトウェア開発の学習プラットフォームユーリカボックス以上となります。柴田部長こちらいかがでしょうか。はい、ユーリカボックス承認です。いただきます。